ズ研修逆転裁判パート2。裁判中におかしなとこあったらこれでまた止めるから。たけしさん、今回の裁判の相手は護道健二って言うんですよ。この人、この赤い線入ってるやつすごいゴーグルやな。この人本名、年齢、経歴が一切不明で謎の人なんですよ。何それ、よくそれで検事になれたな。これ何なん？コーヒーです。はいはいはい、アウトアウト。そんなん裁判中にいきなりコーヒー飲んだらあかんやろ。これちゃんと裁判長の許可得てるん。実際の法廷で勝手にお茶持ち込んで裁判長に注意されたケースもあるんやから。だからこんな急にコーヒーなんか飲んだら絶対あかんわ。たけさん、でも最後まで裁判長のことをよーく見てください。宴会後くんの無料、おう、そうだ、うん。